そうそう、なんか新しいことをするときに、あの過去から過去現在未来っていうそういう頭の思考ではなく、未来を先に見て、未来から逆に未来現在過去っていうふうに、こういうふうにこう時間軸をね、自分の中でね、あの過去の延長上でものを考えない方がいいんですね。今まで私は看護師さんをしてたから、今こういう現状だから、この未来はこんな延長上になるんじゃないかなっていう、そのイメージではあの新しいことができないんです。新しく自分がまずイメージしたことをまず未来に向けて、そこの未来の中で頭を動かします。そのイメージができたものに今度現在に引っ張ってくる。今現在と言っても結局1時間例えば過去になってしまいますね。わかりますかね。その未来が例えば1ヶ月後の未来っていうのは、1ヶ月経つと現在になるわけですよね。でその現在がこう今度過去になるわけです。ということは常に未来をどんどんこう更新していくっていう、未来に向けて自分の時間軸を持っていかないと、ああもう看護師さん何十年やったからメイクのあれはちょっと無理かなとかねっていうふうな過去のイメージになってしまいますね。まあ僕もこのメイクのイメージを最初は飲食店で十何年、まあ20年近くやってたから、それで美容って無理かなって思ってしまうと、もう過去のイメージに、ね、あの影響されてしまいますが、新しく何かを作っていくっていうふうに考えた時は、もうその過去は放っておいて未来に自分をどん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 イメージする。これすごく大事だと思います。僕は常にあの、まあ、大器晩成という言葉好きで、常に最終的には成功するし、最終的には幸せになるしかないみたいな、もうそういうふうに決まってるというね、あの映画のストーリーで言うとね、あもうハッピーエンドに終わる映画を自分の人生の中で常に描いてるんですね。だからちょっと何かこういろんなトラブルがとかいろんなことがあっても、清水からあの飛び降りるようなそういうイメージでね、常にあの乗り越えていけるという自信があるんで、まあ、そういうのを楽しみながらやるというね、まあ、あの何の話か分かりませんけど、まあ、そういうことです。とにかく未来に向けて、新しい自分はこれからまだまだいくつになっても 何者にも変えられるというね、あのよく YouTube 大学のあっちゃんが言うてますね、人は何者にもなれる、 いつからでもっていうね、人は何者にもなれるいつからでもって、あの言葉は僕好きでね、はい、それからあの可能性は無限大っていう、こういう言葉も好きなんですけどね。はい、ということでありがとうございました。良い日曜日を。